エラギのソルジャーを乗せたヘリがそちらへ向かったのを確認した。どうやら敵に気づかれてしまったようだ。こちらでも攻撃はするが、全ては落としきれない。何人かのソルジャーは列車に取り付くことになる。了解。その先に見える赤いコンテナは可燃性の燃料を内包しているようだ。衝撃を与えれば爆発してしまう。気をつけて。が設置されているな。
また良好だ。ダッシュジャンプなら飛び越えられるはずだ。貫け貫け。コンテナの上からダッシュジャンプでその先の溶鉱炉は越えられるはずだ。切らなきゃ。グッジョブ、GV。無事抜けられたようだな。貫け！貫け！忍び、忍者、貫け！貫け！貫け！プラズマリッターは雷撃を流している分だけ加速する。ありがたく使わせてもらおう。リッターは雷撃をやめれば停止し、しばらくすればオートで元の位置へ戻ろうと。覚えておくといい。その場所からさらに進んだところに、この施設の要ともいえるメイン動力炉がある。メイン動力炉さえ爆破してしまえば、大量の燃料を積み込んだこの工場のことだ。イグニッション。動力炉まであと少しだ。気を抜くなよ、ジ。スメラギの能力者か。そこをどけ。毒物かよ、ガンボルト。てめえが俺の管轄エリアにいるって聞いてよ、爆速でかっ飛んできたぜ。てめえが行くのはこの先の動力路じゃねえ、地獄だ。俺はデイトナ。愛しのシアンちゃんを奪ったてめえを俺は絶対許さねえ。シアンが、なんだって。この小石を邪魔する奴は馬に蹴られてゴートゥーヘルだぜ。
リズムお前が視野を慕っているというのになぜ彼女を救い出してあげなかった。ほらてめえもテロリストだってやってんだ。ヒーリングボルトなら分かってんだろうが。俺らみたいなこの地に対して世間様を集めて、ほら爪上げにいる限りシアンちゃんは安全だ。ほらほらほら、まあ、そりゃ多少は不満もあるかもしれねえけど、アイドル系のサンシャインノバ飛ばして、アンドブルースパークカリバー保存ってのはこんなもんだろうが。爪なぎを抜けるのが救いだっつうのはてめえの勝手な押し付けなんだよ。彼女は自由を望んでいた。人を苦しめる歌は嫌だと言っていた。ずっとこの中の砦いると言いたいのか。シアンちゃん、敵の能力者を倒したか。爆弾を仕掛けたらすぐに脱出するよ。最後まで気を抜くなよ。